アンコ光目、暗光目、学名、ラファホームズは、甲骨魚類の分類群の一つ。三ア目18か66属で構成され、アンコウカエルアンコウなど313種を含む。ところ属する魚類はすべて海水魚で、チアンコウ類など深海に生息する種類が多い。ア暗光目の魚類は、北極海、南極海の周辺を含めたほとんど、全世界の海洋に分布し、 大半の種類は、水深200メートル以上を主な生息域とする深海魚である。大きく3ア目に分けられ、暗光ア目、カエル暗光ア目は、砂地の海底で生活する、低生魚を多く含む。残る赤靴ア目のうち、赤靴浄化、不産工場化の魚類は一般に、訂生性である、チョウチンアン暗ウ浄化の多くは、深海の中層で、浮遊生活を送る遊泳魚である。 これらの超鎮暗光類は、全身層、水深線から3000メートルにおける、遊泳性魚類として、種類、数の両面で優位な地位を占める存在である。暗光目魚類の重要な特徴として、頭部から釣竿のように細長く突き出た、誘引突起、イデシウムの存在がある。これは、背びれの第一トゲ状が変形したもので、暗光類は有引突起を、 ルアーのように動かして、餌をおびき寄せるために使用する。誘引突起の先端が、さらに変形し、防火した部分を、疑似状態、エスカと呼ぶ。蝶鎮アンコウの仲間など、疑似状態で発酵バクテリアによる強制発酵を行う種類も少なくない。アンコウ、ローフヤムス、シタイガースなど、アンコウアモクの魚類と赤グツアモクの一部、赤グツカなどは、 縦方向に潰れた縦平田型をしており、砂地での訂正生活に適応している。カエルアンコウアモク、赤靴アモク、蝶鎮アンコウの仲間では、卵型から卵型の丸みを帯びた体をしている。腹気一トゲ四から五難情がある場合は、胸びれより前方に位置する。エラの穴は小さく感情で、普通は胸びれよりも後ろに開口する。 骨格上の特徴としては、エラ上骨は5から6本で、肋骨をかき、頭蓋骨が直後の椎骨と融合する点が挙げられる。鱗を持たない種類が多く、皮膚には突起物や皮弁が発達している。暗モ目は、暗ア,アモク、カエル暗項暗黙、赤靴ン黙、超鎮暗アモクともの3アモクのもとに、18か66、続313種が所属する。 分類体系は研究者により異なり、アモク以下の解分類群は必ずしも一定していない。不再工場か、超鎮安工場かをそれぞれ独立のアモクとして扱うこともある。暗光アモクは1か4属25種で構成される。各アモク間の分類には背びれの棘状が重視され、暗光アモクの場合は頭部後方に力3本の棘状があることが特徴となっている。 腹びれを持ち、大きな口には、剣歯状の鋭い歯が並ぶ。アンコウカは四族25種からなり、地中海を含む大西洋、インド洋、太平洋及び北極海に分布する。アンコウキアンコウなどの食用種を含む、誘引突起が発達し、餌の捕食に利用している。頭部は非常に大きく縦方向に潰れ平たくなっている。 下顎の周囲から頭部にかけての皮膚には多数の皮弁が発達する。カエルアンコウアモクは4か15族48種で構成される。本アモクはかつてイザリウオアモクと呼ばれていたが、差別的用語を含むとして、日本魚類学会により2007年にアモク名、加名、種名が変更された。ほとんどの種類は海底付近で暮らす低生魚である。頭部には 背びれのトゲ状が三本、それぞれ独立して存在する。腹びれを持ち、胸びれはしばしば腕のような形状をしている。体は、皮膚が変形した小さな突起によって覆われる。前頭骨は後部のみ融合する。カエルアン効果は十二属十二種を含み、地中海を除く世界の熱帯、亜熱帯海域に分布する。大半は、生魚であるが、花族の仲間は、 例外的に表層性で、ホンダワラなどの流れもに帯同した、浮遊生活を送る。形態や、色彩の変異に富む種類が多く、観賞魚としても知られる一群である。体高は高く、口は大きい。口外骨に葉を持つ。誘引突起の形態は種によって様々。腹びれと胸びれが発達し、海底を歩くように移動する。多くの種類は浮き袋を持つ。 カワ一族一種で、フォーアームドフロッグフィッシュ、ティーアセレイトムのみが所属する。オーストラリアニューギニア島、モルッカ諸島などの近海に生息し、体長7センチメートル程度の小型魚類である。体は細長く、側は平たする。口と目は小さく、抗蓋骨の歯及び浮き袋をかく。本種はカエルアン効果に含まれる場合もある。カワ一族一種で、 エルボシシュマイのみを含む。ニューギニア島西部とアラフラ海に分布する。郊外骨には歯がある。本種はカエルアンコウカに含まれる場合もある。ブラキオーニクティスカは一族4種からなり、タスマニア島周辺を中心としたオーストラリア南部の沿岸に分布する。少なくとも3種のミキサイ種が知られる。イタリアの死神魚の地層から原生種と 類似した形態を持つ化石種が見つかっている。体高は高く、皮膚は突起で覆われる。背びれの第2、第3トゲ状は独立せず、皮膜によって繋がっている。赤靴アモクは3条か13か47属240種で構成される。本アモクの背びれは2番目のトゲ状が退化し、皮膚に埋没する。第1最急のエラ弁を書く。 腹びれの有無は種によって様々。赤靴亜黙は、系統的に、カエルアンコウ亜黙を起源とし、不産鉱化、赤靴化を経て、他の11科、いわゆる超ン,ンコウ類に進化したグループであると、考えられている。ネルソン2006ではそれぞれを不産鉱状科、赤靴状化、超鎮暗鉱状科に分類している。不産鉱状科は1科に続14種で構成される。 フサアンコウカワに属14種を含み、3体用の深海に広く分布する。2000メートル一新に分布する種もあり、ピンクや赤みがかったオレンジなど、鮮やかな体色を持つ。体型は球状でカエルアンコウに類似する。皮膚は突起やトゲで覆われる。誘引突起を持つが、背びれの他のトゲ状を描いている。頭部には溝があり、誘引突起を収めることができる。 赤靴城下は一下十属六十八種で構成される。赤靴下は赤靴風流王など十属六十八種を含み地中海を除く全世界の熱帯、亜熱帯海域に分布する。通常は深海性で外洋の大陸歩及び大陸斜面から水深千五百から三千メートルにかけての範囲に生息するものが多い。沿岸地下系や河川にまで進出する種類も 少数ながら知られている。体は強く立て平たし平べったく、無数の突起で覆われる。腕のように大きく発達した胸びれで、海底を歩くように移動する種類が多い。誘引突起は、比較的短く、頭部に収納するためのスペースがある。背びれの台にトゲ状が不明瞭ながら存在する。超鎮コウ状化は11か35属158種で構成され、 ほとんどのトガは地中海を除く全世界の深海に分布する。不災工場化、赤靴浄化を起源とし、深海中層の生態系において重要な位置を占める一群である。ほとんどの種類は体長8センチメートルに満たない小型の魚類で、外洋の深海、特に水深線から3000メートルの全深層、を表演し、誘引突起を利用して餌を捕食する。 誘引突起を持つのは、基本的にメスだけで、発酵バクテリアによる強制発酵を行うなど、機能の発達が著しい。元神化に共通の形態学的特徴として、腹気、鱗を持たないこと、前頭骨が融合しないことなどがある。体格上の性的二なりが顕著で、オスはメスの3分の1から13分の1程度の大きさしかない。 このようにメスと比較して極端に小さいオスを YU と呼ぶ。ミツクリエナガチョウチンアンコウカなど少なくとも4カのオスはメスに寄生して生活することが知られている。これらの寄生性のオスは種に特異的なフェロモンを介してメスを発見し腹部に噛みついて一体化する。オスの体にはメスの血管が伸びて栄養供給を完全に依存するようになり、 生殖以外の機能は退化する。変態を行う前の幼魚、旋回で生活することが多いは、しばしば新魚と全く異なる形態をとり、同一種でありながらオス、メス、幼魚が別の種類として認識されていた例もある。捕獲されることが稀な種類が多く、オス、メス、稚魚のいずれかしか見つかっていないもの、ごく少数の標本に基づき記載されている種類もある。 ヒレナガンアンコウ科は二族語師からなる。オスはメスに寄生するが、生成塾は寄生の有無と関係なく達成される。誘引突起に発行期間を持たない。幼魚の時点では腹期を持っており、これはチ超鎮暗行ウ科ンンの中では本科のみに見られる特徴である。背びれと尻びれが大きく発達している。基板効果は一族一種で、 キバアンコウニオサーシャススピニファーのみが所属する。オスは寄生性で、オス、メスそれぞれが生成塾に到達するためには、オスがメスへ付着することが必須条件であると考えられている。同様の性質は、ミツクリエナがチ,チンアンコウか、オニアンコウかにも認められる。誘因突起を持たず、メスは口からはみ出すほど大きな可動性の葉を持つ。 黒アンコウ科は一族五種を含む、誘引突起を持ち、背びれのヒレ上数は12から17本と比較的多い。超鎮コウ科は一族18種からなる。超鎮コウの名前は、本アモクの総称として使用されることもある。超鎮コウ上科の中では、大型の仲間で、メスは50センチメートル近くにまで成長する。オスは4センチメートル未満だが、 規制はせず自由生活を送る。本家に限らず、自由生活性のンア鎮コウ類のオスは変態後に、一切の餌を取らず、死魚器に蓄えた栄養のみで生活する。ふん、口先は、短く、丸みを帯びている。ンア鎮コウ状化の中で唯一、生涯を通じて、頭頂骨を持たない。全身がトゲを持つ骨盤で覆われる。 二つ座を超鎮暗行家は二属六種を含み、世界の熱帯、亜熱帯海域の大陸方、大陸斜面周辺に分布する。東部前方の誘引突起に加え、もう一本の発達したトゲ状を持つことが特徴。落断暗行には十六属六十二種が所属し、超鎮暗行状家の中で最大のグループとなっている。一部の属は寄生性のオスを持つ。体は、滑らかか。 あるいは短い棘に覆われる。タウマティクテュスカは二族七種からなり、大西洋と太平洋に分布する。元紙科の中では、例外的に、定性生活を送る種類が多い。形態は、楽団校科に類似するが、上あごが下あごより、かなり長いことが得意な点である。ザラアン校科は一族一種で、ザラアン校、チースピノーロザのみが所属する。 体は微小な棘に覆われる。ミツクリエナがンアンコウ科は、ミツクリエナがンアンコウなど、二族四種からなる。チ,ョウチンアンコウ上科の中では、最も大きくなるグループで、ビワアンコウ、セルシャスホルボースリーは、最大1.2メートルにまで成長する。オスは寄生性で、生成塾にはメスへの寄生が必須である。口が大きく傾き、斜め上を向く。 背びれ南上部の前方に2から3本の肉質の突起を持つ。死団効果は二属22種からなる。体は細長い。誘引突起が著しく伸長しており、体調と同等かそれ以上に長いことがある。上顎はわずかに下顎より長い。お似合い効果には五属23種が含まれ、大西洋、インド洋に分布する。オスはメスに寄生し、寄生後に、 良性の生成塾が起こる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。